20MW405 ナノメートル紫色レーザーをいくつかの物体上で傾向を示すことの試み青色レーザーは人の目には青色あるいは紫色に映る360から480ナノメートルの波長の電磁放射のレーザー青色のレーザーは441.6ナノメートルのヘリウムカドミウムガスレーザーおよび458 488ナノメートルのアルゴンイオンレーザーから生み出されるものである。青色の光線を出力する半導体レーザーは一般的に窒化ガリウムあるいは窒化インジウムガリウムである。青色レーザー及び紫色レーザーの両方は半導体レーザーからの赤外線波長を周波数に倍気を用いることでも実現する。445ナノメートルで発光する。 半導体レーザーはハンドヘルド型レーザーとして普及しつつある。445ナノメートル以下の波長を放射するレーザーは紫色を示す。最も商業的に一般的である青色レーザーのいくつかは405ナノメートルの紫色の光を放射するブルーレーン技術のように足される半導体レーザーであって、これは紫外線と同様にいくつかの化学物質において 傾向を生じるのに十分短い波長である。なお、400ナノメートルよりも短い波長の光は紫外線として分類される。青色レーザー光を使用する機器は、高密度のオプトエレクトロニクスデータ記憶から医療用途に至るまで多くの分野で利用される。445ナノメートル、450ナノメートル、青色レーザー赤色レーザーは、光。 ガリウム半導体上に構築された数十層の原子を配置した量子緯ドからレーザー光を生成することができる。利用される手法はシリコンのために開発されたものと同様の方法を用いる。基板は転移と呼ばれる結晶欠陥から解放される。この時原子が敷かれているため基板上に構成するものと量子緯ドとの間の距離は等しい。しかしながら 青色レーザーのための最良の半導体は窒化ガリウム結晶であり合成ダイヤモンドを製造するときに匹敵するより高い圧力、温度および高圧窒素ガスの使用を必要とする。この点について技術的な問題は克服できないように思われたため研究者らは1960年代からサファイア基板上に窒化ガリウムを堆積させようとしていた。しかしながら サファイアと窒化ガリウムの構造が一致していないため、あまりに多くの欠陥を生ぜしめた。1992年、日本の発明家である中村修治は、最初の効率的な青色発光ダイオードを発明し、4年後には最初の青色レーザーを発明した。中村は、サファイア基板上に堆積された材料を用いた。しかし、欠陥の高さゆえに、 高出力レーザーを容易に構築できなかった。1990年代初頭、ポーランド科学アカデミーの高圧物理学研究所は、物理学者、シールベスター・パーウフスキーの指導のもと、1平方センチメートルあたりの血管の数が100未満の高品質の構造を有する、窒化ガリウム結晶を作り出す技術を開発した。これは、少なくとも、サファイアを基礎に、 窒化ガリウム結晶を堆積させるものと比べ、1万倍、優れている。1999年、中村は、ポーランドの結晶を試み、2倍の発信出力の結晶を作り出し、また、10倍持続するレーザーを作り出した。すなわち、3 0ットで3000時間持続するものである。この技術のさらなる発展により、大量生産が可能となった。今日、 青色レーザーは、窒化ガリウムの層で覆われたサファイアの表面と、窒化ガリウム炭結晶の表面を用いている。10年後、日本企業は、60mW の出力を持つ、青色レーザーの生産技術を習得し、ブルーレイ、BDR、および BDRE といった、高密度の高速のデータストリームを読み取るデバイスに適用するに至った。 ポーランドの技術は日本製よりも安いが市場のシェアは小さい。なお、チッカガリウム結晶を生成するポーランドのハイテク企業がもう一社ある。すなわち、アンモであるが同社は青色レーザーを生産するわけではない。中村は2006年にはミレニアム技術賞を、2014にはノーベル物理学賞をそれぞれ受賞した。 青色半導体レーザーが開発された1990年代後半まで、青色レーザーは、気ガス混合物中の反転分布に依存し、大きな電流と強力な冷却を必要とする大型で高価なガスレーザー装置であった。赤崎勇教授のグループ、徳島県阿南市の日夜化学工業株式会社の中村修司、ソニーが一連の開発を行い、 市販向けの青紫色半導体レーザーを開発した。日夜化学工業株式会社の開発したものの活性層は自己組織化を介して自発的に形成されたチッカインジウムガリウム量子イードまたは量子ドットから形成された。この新しい技術の発明によりこれまで実現し得なかった小型で便利活低価格で青色や 紫色、紫外線を生じる半導体レーザーの開発が可能となり、高密度 HD、DVD データストレージや、ブルーレイディスクへの道が開かれた。波長が短いほど、より多くの情報を含むディスクを読み取ることができるので、ある。2014年には、赤崎勇、天野博中村修二が、明るく、省エネルギーな白色光源を実現した。 法律的な青色発光ダイオードの発明のためにノーベル物理学賞を受賞した。2006年頃に利用可能となった青色レーザーポインターは DPSS グリーンレーザーと基本的な構造が同じである。それらは最も一般的には半導体レーザーで冷気された ND-YAG または ND-IVO4 結晶からの946ナノメートルレーザー放射の 周波数倍増によって生成される473ナノメートルで光を放射する。ER、ヤグレーザーを受けた結晶は通常1064ナノメートルの周波長を生成するが、青色レーザーの用途に使用される946ナノメートル繊維などの他の主要でないネオジウム波長で適切な反射コーティングミラーをレーザー加工することもできる。高出力の場合、 不暴結晶は周波数2倍器として使用される。より低い電力では KTP が使用される。利用可能な出力電力は最大 5000mW である。最良の研究環境で得られた結果の一部では 473nm のレーザー放射を生成するための変換効率は 943nm のレーザー放射を473。 ナノメートルのレーザー放射に変換する際に10から15%となったが非効率的である。実用の際の有用性を鑑みればこれをさらに低くすることができよう。しかし、この変換効率の低さゆえに1 0 0 0ットの赤外線 LED を使用すると可視光である青色光が最大1 5 0ットになる。青色レーザーは 周波数を2倍にすることなく青色光を生成するッカインジウムガリウム半導体で直接発信することもできる。445ナノメートルから465ナノメートルの青色半導体レーザーは現在市販品が入手可能である。この素子はより長い波長が人間の目の最高感度に近いため405ナノメートル半導体レーザーよりもはるかに明るい。 レーザープロジェクトのような市販の機器は、これらダイオードの価格を下げさせた。紫色レーザーは、上述の通り、窒化ガリウム半導体で直接構築することができる。しかし、窒化ガリウムをベースにしておらず、より高出力で404から405ナノメートルの紫色レーザーポインタが利用可能になったばかりでなく、出力が1ワット、 波長が808ナノメートルのガリウムヒ素、赤外線レーザーから生じる DPSS 周波数増幅技術も使用されている。半導体レーザーと2結晶の間に超波長のネオジウムレーザーを介在させることなく直接倍増させることができる。405ナノメートルの紫色レーザー半導体レーザーから構成されている時も含むは実際には青色ではないが 人間の目が非常に限られた感度を持つ色である、紫色のように目に見える。白い髪や白い服のような多くの白い物体を刺すと、明るい染料の傾向によって、レーザードットの視覚的外観が、紫色から青色に変化する。真っ青と感じられる、要表示する用途では、445から450ナノメートルの波長が必要である。 生産の進歩と低価格のレーザープロジェクターの販売により445ナノメートルの窒化インジウムガリウム半導体レーザーの価格が下がった。青色レーザーが応用される諸技術の例は以下の通りである。ありがとうございます。